組ニュースランキング時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない。注目ニュースを独自ランキングで紹介します。はい、ランキングをご紹介する前に、まずは芸能スポーツの話題です。26年ぶりに日本一に輝いたプロ野球オリックスが、はい、昨日箕面御堂筋で優勝パレードを行いました。御堂、うん、筋では3年ぶりに御堂筋ランウェイも行われ。 大阪関西万博のアンバサダーを務めるダウンタウンさんも登場しましておよそ30万人が集結しました、うんえーまあ、小袋さんのライブもあり、まあ、本当盛りだくさんだったんですけど、はい、えちょうど何前田アナウンサーが四チャンテレビで中継をしてるタイミングぐらいでそうですダウンタウンさんが,が MBS のテレビカメラにこうコメントというか「うん、MBS か?」ってこう声かけてくれて。<laughs> いい中継というか持ってたねていいタイミングやったねはい、はい、そうなんですよ、はい、さもう一ついきましょうかはい、うん、続いて日経トレンディが3日2022年ヒット商品ベスト30を発表しました、うん、はい 1>, 1位に睡眠の質の改善という新たな価値を加えたヤクルト1000が選ばれましたまあ本当、これが発表されると今年もいよいよ終わりが近づいてきたなというのはあるんですけれどもヤクルト1000、まあ、本当、ぐっすり眠れるというふうに言われてましてうもう今、スーパーとかではもう、ね、あのたらに並ぶや否いいや 皆さんが見つけたことないです、私、これんですけど行ったときには、ちょうど6本パックが売ってて、えー、六本もお店によっては、お一人様、1本でお願いしますみたいなのもあったりしますしあ<ー>ただあの、今回のベスト1、ねえー、点見ていくと、ベスト30の中でなんですが、はいはい、2>, 2位があの、ちいかわ、うんねえー、アニメもありまして、こちら、YouTube ではなんと5300、えー、万回再生 あの見た目はとても可愛いのに世界観がちょっとシュールで、えー、そのギャップが可愛いあとえ3位はですね冷却ネックリング今年、ね、よく見ましたね,したよねあと4位にトップガンマーヴェリックなど<ー>などというところでございました、うん、はいえ今年もおそらく皆さん手に取ったという方多いものが、ね、ベスト30の中に並んでいるようでございますではニュースの方行いきましょうかはいそれではニュースランキングまずは第5位。 アメリカの中央銀行にあたる FRB= 連邦準備制度理事会は金融政策を決める連邦公開市場委員会を開き4回合連続で政策金利を 通常の3倍ととなるる引き上げることを決めました、まあ、本当に過熱する物価をです、ね、なんとか引き締めたいというところも含めてということなんですけれども、本当にど、ま、う、あ、いう形で軟着陸をしていくのか、やっぱり難しいのか、ねはい、問われるところですね、これははい、続いて第4位、韓国・ソウルのイテウォンで起きた群集事故で、韓国警察庁は3日、現場を管轄する 警察署長とソウル警察庁で 当時の責任者だったた幹部を捜査対象ににすると明らかししました、まあえー、警察が警察を捜査するということの形になるんですけれどもうまあどういった形で、ねえーまあ、この情報が伝達されたのかということもあるんですけど、はい、えー、トップにまで情報がたどり着いたのが発生から2時間経ってからということだったりするのでこの辺り、どんな不手際があったのか、うんまあ、あるいは、ね、なかったのかということになるんですけれども捜査の結果をね、我々も注視したいなというふうに思います。はいはい、続いて第3位 G7 ・先進7カ国の外相会合が日本時間の昨夜遅くドイツのミュンスターで2日間の日程で開幕しました。ウクライナの越冬支援で合意を目指すほか 習近平政権が三期目入りした中国に対してどう向き合うかについても議論を交わす方針です。まあ本当に今年は世界でいろんなことが起こったわけなんですけれども、ここに書いてある通り、はい、まああのそうなんですよね、えー。ロシアのウクライナ侵攻もまあなんだかんだ言っても一、えー、年近くということになってきますし、すねえー、習近平政権三期目まあ本当に独裁主が強くなっている中で、本当に世界をどう向き合っていくのか大切な課題だと思います。うん、続いていきます。 第2話餃子の王将を展開する会社の社長が2013年に殺害された事件で特定の企業グループとの不適切な取引を王将側で主導したとされる創業者の次男が。 海外にいることが分かりました、うん、まだまだ分からないことが多いわけなんですけれどもどういう形にして社長が撃たれてしまったのかというその原因ですよね改めて捜査はどんなふうになっていくのかというところだと思います、はい、続いて1位は韓国軍は北朝鮮が昨夜9時半過ぎ短距離弾道ミサイル3発を発射したと明らかにしました浜田防衛大臣によりますとミサイルはいずれも 日本の排他的経済水域の外の日本海に落下したということです。 北朝鮮は昨日の朝にも弾道ミサイル3発を発射しています、まあ、あー浜田大臣もおっしゃってますが本当にもう威嚇というレベルを超えているということなので本当に毎、ねまあ、回もんですけどどうしたらいいんだということなんですよ、ね、いつ飛ぶかもわからないしどこに飛ぶかもわか,からないという状況ですからね,ね本当に日本はどういう形で向き合っていくのかというのを真剣に議論しないといけない時期に来ているんだろうなと改めて思いますね、はい、では、コーシャラの後、と石田英さんの登場です。 上泉雄一のエーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール uwa at mark mbs 1179.com ツイッターではハッシュタグエーナーをつけてつぶやいてください さあここからは石田栄一さんの登場でございます。石田さんおはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。昨日も、うん、えっと7時40分頃ですが、うん、ちょうどこの番組の終盤に、えー、北朝鮮のミサイルを発射するということが結構多くてですね。<ー>えー、しかも昨日は夜にもということだったんですけれども、うん、まあ本当石田さんこれいつも思うんですけれども、うん、どうしようもないんですよね。どうしようもない。でまたその北朝鮮が アメリカに向けてやってるある意味ね、向けててそのアメリカに対して言いたくてやってるという意味なんで、なかなか日本としてはどうしようもない、怖かったなと思ったが、今回、J アラートになったやならえなときに、実は日本の領土上空を、領空やな、飛ぶはずやったやつが消滅したでしょ、爆発したよね、あれが 怖くてつまり破片が落ちてくるのが一番怖い今着弾させることはせえへんと思うんですよ日本の航空でそうしたらもうえらいことですからでも途中で爆発したやつの破片が落ちてくるってあるよりやんありますね怖いよねこれまあそうですで、まあ例えばそれこそその前の日のミサイルの時ってやっぱりこう 当たり前ですけど韓国の領空を飛ばしてしまうとこれはもういわゆる南北戦争ねなってしまうわけですからただやっぱりそのかなりぎりぎりのところを狙って撃ってきたとなると韓国は早いですよね逆に威嚇のミサイルを3発撃つということだったりするんですけどニュースにもあったように今回アメリカと韓国の合同軍事訓練を延長させこれはょっと枚卵みたいなそうですねどっちが先んよら またこの日でやめようもうちょっと延長しようかと延長したら今度はまたその何てお返しじゃいとまた売ってくるみたいなこれはもうねしかしよう持ってるなヨさん本当にもう食べ物がねみんな困ってる国の人は困ってるいうのにさだってミサイルの発射実験するだけでも予算お金は相当かかるわけでしょですよねでもある意味では本当と何かどうでしょうラジオ機の皆さんも朝方になって てきたたたらまかみたいな感ちょっねこの放送が終わる頃が多いんかなそうですね前ぐらいがねはい、うん、なんか時間決めてるのかいうぐらいもこれらの時間にということなんですけどその意味では本当に何でしょうね我々なんかそれが逆に当たり前という状況でちょっとあの正常性バイアスというか、うん、もう別にかまへんわという気持ちになってるのが怖い怖いですよね、うん、まあほん まあ、あの大臣浜田大臣も,もう威嚇というレベルを超えているというコメントなんですけど本当に、そりゃそうだろうなんですけどどうしようもないという状況が歯がゆいなと思いますがそれではあーニュ盗撮の取り締まり強化で撮影罪の新設案が示されているようでございます。うん 盗撮の取り締まりを強化するため法務省の法制審議会で撮影罪の新設案が示されました試案では対象を性的な盗撮行為とするよう明文化した上で罰則は3年以下の拘禁、えー、刑ですよね拘禁刑ですね,ですねまたは300万円以下の罰金とされています、うん、一方で動画を撮る行為だけでなく二次被害を防ぐための対策も検討されている、うんうん、ということなんですねは、まあ、はまだ日本にはな ないといとうか、はい、2025年ぐらい目処に作る今あの懲役刑と禁固、はいえー、刑というのがありますけどもはい、はい、ほぼ懲役刑なんですよ。禁固、はい、刑に処せないことほぼなくて、はい、で懲役刑はまあ言うたらあの刑務所内で働けと。禁固、はい、刑は別に働かんでええでというこのツアーなんですけど、はい、だから懲役刑の方が重いんですよ。はい、でも働かんとじっとしてるのも辛いから働かせてて禁固刑の がやからエロ変われへんな出来だからもう拘禁刑というくくりにしてということになるんですけどまだスタートはしてないんですけどこれ新しくできる法律なんで拘禁刑ということにしておきましょうかと3年以下の懲役ぐらいに戻ってもらっていいですイメージはね。でこれですね刑法に盗撮罪といいうものがな言われたらないんですよね。 で、今までどのな相性だかというと、あの都道府県の迷惑防止条例。もしくは、あの軽犯罪法違反。ああ、そうか。で、これどう違うかやったら、これ実はあんまりこの違いが皆さん。あの、はっきり分かってらあるかもしれないけど。うん、公共の場で盗撮をした場合は。うん、迷惑防止条例です。うん、は公共の場というのは、例えば、まあ、駅のエレベーターとか、まあ。 駅の階段とかさデパートと階段とかいろんなそういうとこですわあとは電車の中とか飛行機の中とか公共の場ですね。でこの場合は迷惑防止条例で公共の場以外で盗撮したら犯罪法違反るそそれこどっち例えばね自分の家にカメラを仕掛けて例えば女性の友達呼んで例えばお風呂入っていいよみたいなこと言うとかさ例えばねあとその。 もっと昔で言ったら道の外からの覗く、盗撮する、家の中をるほどそんなんは軽犯罪不安になって、じゃ軽犯罪法違反のほうが軽いんですよ、罪が。そうなんですか迷惑防止条例は1年以下の懲役なんで、1年以下ね、軽犯罪法違反の場合は1日以上30日未満の拘留となってるんで、迷惑防止条例のが重いんです、重いとはいえ。 今や、もうちょっと重くした、どうやっちゅうの盗撮罪を作ろう。で、実はこの盗撮罪を作ってくれて言ってた。まあ、いろんな人、ころら言ってるんですけど、一番最初ずっと言ってたんは。えっと、飛行機の中で働く人たちです。ああ、そうなんです。か。これがね、あの十年前なんですけど、飛んでる飛行機の中で。ええ、キャビンアテンド。まあ、昔です。ジャーデスの。 スカートの中を盗撮した客がおったわけよ。でこれまあ捕まって飛行機の中っていうのは今言ったように公共の場ですね。ということは迷惑防止条例違反ということで本人もね認めたんです。で検察に引き渡したんですけども起訴できへんだ。どうしてこの理由は飛行機ならではなんですけど都道府県条例書どこ飛んでたか分からへんだよ。 えー、ちょうどその境目ぐらい飛んとったやろな都道府県の<ー>でえどっちの迷惑えよっ迷、ねね、惑防止条例と都道府県ごとで若干あの刑の重さが違うのへえー、でちゃんと検察官はど,どこそこの迷惑防止条例で、えー、あの起訴しますってなあかんだけどなるほどそれがあのどっちやとこ,ういうこの人捕まえたのは。がそ,、えー、そんな理不尽な。 うん,ほんでこれ本番、まうん、ちょっと漫画みたいな話なんやけど本人も認めてんのに起訴でできへへんだへ<ー>でその時にあのこの組合のねそういう飛行機の中で働くまあ CA さんも含めあのまあいろんな人が働いてあのでその人たちの組合がアンケートを取ったのね「で今までその飛行機の中で盗撮されたことありますかと?うん」と働いてる人にそしたらなんとね6割の人があるってことくは,あるもしくは やられててたと思うも含めこれはあのんか痴漢にしてもねちょっと手が触れたのか意図的なのかっていうのされた方は非常によく分かるっていうことと同じで多分これはそれの経験がある方じゃないと分かんないでしょうねすごい分かると思います。でこれで困るとこんなことでは困るんで全国一律に網をかぶせる法律を作ってください。 もっと早よできててぼかしなかったと思いませんした。ただね、あの、もちろんそうなんですけど。その。盗撮っていうのはやっぱり覗きの延長じゃん。はあはあ。そうでしょ。はいはい。まあ、機械で覗きか。自分で無理。はい。覗くかね今、さっきわちゃん言ってたように、機械が安くて、かん、ね。ちっこくて。なんか、こう。まあまあ、そうです。ねカウンフラージできるようなもんに入ってるとかさ。うん。そんなができたもんやから、こう。 この犯罪が最近ね誤解を恐れずに言うと覗きっていうのは覗きたいという気持ちっていうのは人間の結構欲求として古くからあるわけ穴があったら覗いてみたいというあの五ダイ夫人やな五ダイ夫人皆あのゴディバのチョコあれ乗ってるのあの に乗っててる女人が書いあるはあれはイギリスで1,000年ぐらい前イギリスでお金持ちの人があって領主さんやなのがおってその領土内の農民を重税で苦しめてたほいでその奥さんが「あんた辞めたって」と「農民の人苦しめんの」って言ったらその旦那はやなお前が裸になって馬でこの町一周したら。 負けたるというだけ。その旦那がね。でその五台馬さんです。で五台馬さんは馬に乗って裸で一周するんですよ。その時にその時にあの町の人はあの方は私たちのために裸になって馬乗って一周するんやと。絶対見ちゃあかんと。窓閉めろ。 絶対見たあかんっていう、<ー>やっぱり見たい人がおったわけで,<ー>でトムさんっていう人がちょっと覗いちゃったの<ー>だからいまだに英語でレバーガメのことは英語ではピーピングトムって言うんですよ。<ー><ー>だから1000年前から日本の年号、うん、日本で人間のどういったかなこう欲求としてあるわけで,でもみんなそれを理性で抑えてたそうですよね。うんで なのにずっっとそうやってきたのに中にはそれをその簡単に撮れちゃうカメラとか簡単に撮れちゃうグッズとかがそしてまたそのネットで撮ったやつを売るやつが出てきたそういうのが広がっていくとまあ理性の高が外れてくるやつが増えちゃうわけじゃないだからそういう意味ではここに来て盗撮罪作らなあかんなってなってくるのもまあまあまあわかる。 今、結構、芸能人が盗撮嫌だみたいなのをすごく、うん、ツイッターとかで投稿されてますけど、まあうん、これはまだこう性的な盗撮行為に限定どこまでを性的な盗撮行為というかというのをちゃんと決めてからこれを作らなあかんので、うん、まあそこはちゃんとしましょうね、うん、ただ、今言ったその迷惑防止条例で言うと強化されていっててその中で言うとあの例えば女性の胸 うん、とかまあお尻とか、うん、服着ててもね、うん、そこだけは例えば前歩いてる人のお尻をこうことさらこうずっと取ってるとか、はい、向こうによる女性の人は、うん、望遠で胸だけを必死で取ってるとか、うん、これはもうだからその盗撮になりますよってなったわけそうです。よねねま<う>まあここまでは から先が結構難しい。いやいや確かにそれと思う。あの今前田さんが言おうとしてるのってそれこそタレントさん同士がご飯を食べているみたいなところ、えパシャッとプライベートプライベみたいなのは盗撮に当たるのか当たらないのかってことですよね。さっきこの一応盗撮罪っていうのはあくまでも性的な盗撮行為を明文化する。で性的な盗撮行為をどこまで性的な盗撮行為というか今のところ服着てても胸とかお尻を そこをなんか執拗に取った場合はもう左遷的な盗撮行為と言いますよもちろん本人の同意なく取った場合は盗撮行為と言いますよ、うんうん、僕これ難しいと思うのは例えば甲子園のチアガールの女の子が普通にあのまあ応援してるというかあと例えば体操の選手とかバレーボールの女性選手とかが普通に例えば準備運動をしてるとか。そそれをその お尻とかを強調してらずに全体像を取ってるっはいうねこれはねおそらく盗撮にならんのではのであの例えば甲子園とかもそうですけど下からのアングルとかっての取れないように周りの方とかガードしてたりかあの厳しく取り締まられてるんですけど一方で確かに全体像はじゃあどうなんだと話になる人だけを例えば前田さんという人がチアガ上がるよってこの可愛になって一人だけを普通のショットで取ってたらこれを性的な そうとさせて言えるかどうかで本人はきっとね、うん、ちょっと性的な気持ちは取っとるはずなんですよそういうのはでもそれはめそこは人の気持ちに仲良くい,、ね、いやあの健康的で可愛い子やと思ったから取ったんですが、うん、性そこを性的というかって難しいでしょ取られた方がじゃあ性的な感じがするって思ったら,だらそこが一番難しい。だからそこであの法律を だあんたあ,あかんよって言われへんからねきちんとルールやないとですよね、うん、そうそうそそこが非常に難しいんで今回まあ慎重になってる僕はこの、うんうん、女性アスリートをどうするかというところをクリアしたらこの法律はいけると思う一方で本当それに悩んでらっしゃる女性アスリートの方も非常に多いじゃないですか今まあカメラの質もすごくよくなってますでこれねなんかすごい普通に考えたらね もう撮ってる方が石田さんように一番分かるし撮られてる方もそうやと思ってるはずなんだけどんだろうそれを明文化するのが難しいし逃げようと思えばいやそんなつもりで撮ったんじゃないですってそれはもうスカートの中とかやったら分かりやすいけどそんなんはもう全然分かりやすいけどであとさっき前田さんが言うた食べてるシーンとかこれはもう民法ですわどっちかっいうとプライベートの侵害とかそういう肖像権の侵害とかで。 これあのこう法律ってねもちろんこう、うん、そのためにいろいろとこう審議されるわけなんですけどまずはこの法律を作るということを最優先にできへんもんかなとか思っちゃったりしますよね。うんうん、ねとりあえずはそのスカッ 隠してるとこね人が見れられるのが嫌やから隠してるのにそれを例えば下から撮るとかこれも盗撮ですよね例えばでもこの間のハロウィンでもさあのなかなかこう刺激きな格好して歩いてる女がおるわけそれはお前に見せるためちゃうけどさ歩いたら写真撮るじゃないそれは うん、非常に性的な目的で撮ってるんやけど、はい、普通に撮ってる限り、はい、その証明はできへんよな。で実際にそういうふうなことがあった時に、うんまあ、そうなるともう,う会場に行ってる人の多くが盗撮罪の,、うん、あの可能性があるわけですよね。そうなれともう一つはこのさっきからまあそのいろんなグッズが出てきてるって言うけど、うん、盗撮市場って今数百億円って言われてるんですよ。 百だね。えー、映像の売り買い,をり買い特にそのネットが発達してあのネット上で、まあ、画像データやなこれを売り買いして人気のあるサイトなんかも1億円以上売り上げるらしい、えー、ででそうしたら、まあ、数百億円もあるとなったら今度はそのあデジタルタトゥーって聞いたことあるでしょいっぺんられたら例えばその被害者は気付いてへん、うん、取られたらその人のその画像は一生出回ってしまう これをなんとかせなあかんということでうん、うん、そういう盗撮画像を売,る売ったらあかん罪売るために保管したらあかん罪そうそうあとうん不特定多数の人にその売るんやのてうて、ん、SNS とかで拡散する罪、うん、これはちゃんとしましょうねっていうところは今話されてる、うん、あ盗撮罪の中にこれも入れましょう一番難しいのは何を持って盗撮の 対象という定義をするかというところが最後でちょっと今悩んどわけ。そうですね。うん、ねえ。まああのほっと一時全部ごもっともなんですけど、うん、とりあえず羽を作られへんかなとし<う>か思いませんね。結構周りの友達にもなんか自分盗撮されたかもって思う人が結構いるんですけど、ちょっとうやみやだからこう隠す。 結構多いんですよ実際にだから早くこういう法律作ってもらって罪に問いたいなって一応今3年以下の拘禁刑なの結構重いんですけど最初はとりあえずね分かりやすいておかしいけど隠してるところを取るのんからまずまあまあ法律作ってくれれそうですねまず分かりやすいところからでもねでその後どんどんとね広げていければと思うんですなるほどでは時刻6時42分でございます続いてこちらです 子どもの表記をめぐり子ども家庭庁がひらがな表記を依頼でございますあのこれちょっとラジオではこうどう伝えたらいいのかなと思うんですけどそうあのひらがなの三音ですよね「子ども」というこの言葉の表記をめぐって来年4月に発足する子ども家庭庁の設立準備室が他の省庁に依頼文を出したということなんですねこの6月に成立した子ども基本法の理念を浸透させることを目指しまして行政文書などは原則 ひらがな表記の「子ども」を用いるよう呼びかけました、うん、厚生労働省と内閣府にまたがる子ども関連の部局来年4月子ども家庭庁に集約されるということなんですけれども厚労省の子ども家庭局は局名の「子どもの子」これ漢字の「こ」にひらがなの「どうも」なんですけれども基本的には <laughs>「 それはこういう名詞なので変えられないんだけれども、基本的には依頼通りひらがなの子供にしたいということで、すみません、本当ラジオで。わかりますこのニュースどうつっちょっとまず3種類。2つとも漢字の子供。子とお供の友。友ですね。で、その次は子だけ漢字で、どもはひらがな。そして3つ目が子、どうもすべてひらがな。この3種類があって、一番多く使われているのは、 頭だけがが漢字ものひらなこれが一番多く使われてるんですけど今度子ども家庭庁は子ども家庭庁の名前自身は全部ひらがななんですよ家庭は漢字なので全部ひらがなにしてくれと子ども統一しようと「ぜ」という話になって「ああそうですか」って内閣府はこども子育て本部は漢字のこうなんですうち子どもは上はこうなんですけど漢字に調査はね いいややあの内閣府。でもそらあと厚生労働省も子ども家庭局は漢字のこうはこんなこうだけ漢字なんです。でまあそらしゃあないです。だって何を言うてんね俺はっきり言ってねこの何を言うてんねんと。ちょっともっとほかにやらなきってあとかまあまあ。子ども家庭っていうのはまあ子どもの権利まああのまあ人権やね人権をまあ今までね子どもの人権をきちんと うーんあの書いたたでなかったのね、はい、これを作りましょうということで例えばね子供にも性被害があります、はい、例えばね学校の先生とか子供のと関わる仕事をする人に性犯罪歴がないかというチェックをちゃんとするシステムを作るとかこれはまあ、はい、大事なことじゃないのね、はい、例えばあとね子供が例えば公園の遊具なんかで亡くなったと言うた時に、はい、その経緯を検証して、まあ、再発防止につなげる制度も今のところ制度としては 作りましょうとかあとヤングケアラーってすごいものやするけど、うんはいね、これを早期に見つけて支援する制度を作りましょうとか、はいうん、それはとっても全部いいことなんだけどもんで平仮名の子供に引っかかってるのかわからへんねん、はい。子ども基本法っていうのがあるから、まあ、その子ども基本法は平仮名の子供なんでねわ、はい、かるんですで、ね、えっ、ー、と実はねこの,この子どもの表記についてはね面白い歴史があって、はい、えもともとね、えー、ちょっと前に人権団体が、はい 2つとも漢字の子供こうと人間の今日の子供ね、これについてのこのどもはお供の友やと、子供を供え物のように扱う人権無視のか去やと言い出しただはっきり言うてね、言葉がかりやって、でもメディアははっきり言うて、うちもメディアの人間やから言うけど、メディアはビビったんですよ。え、そうなんて、怒られるの子供を漢字で書いたら。で言うて メディアその時一斉に「こうだけ」を漢字にして「ども」にしましょう実は弊社の毎日放送用語ハンドブック2019年、はい、見たらやっぱりね「こうだけが感じ」が漢字で「ども」は開かないそ,、ね、その時に、えー、不適切な表記として両方漢字で書くと子供はお供ではないという考え方があると、はい、でこれは、はい、この考え方は <laughs> あの2013年に文科省が否定したんです。<ー> 文科省が部科学省が協議して「いやこれこの子どものどもの漢字っていうのは何にも差別的な表現とか否定的な意味ではないですよと」と、うん、これは複数を表してる本来はね人名なかったらしいですよ。 子のももととはやったんでそれがまあいつの間か人間についておともおともなっちゃったんだけどももともとは複数を表しているとでいろんな国語辞典を編纂している国語学者の先生方いたそういう人たちも全く同じこと言ってこれは複数の意味なんで全くおとも関係ないですと何をアホなこと言うてるんですかって言ったわけそれは2013年今からも9年も前9年も前のに今だにメディアはビビって「子どものドンはひらがななの」。 シルドレンという意味ですね。そうなんですよ。そういうことなんですよ。茶色。そうなんですよ。そで、今だにこのもう文科省やね。うん、国語の司ってる、はい、とこが、はいはい、これは両方漢字の友は何の問題もないって言ってるのに、今だにメディアはビビって。 その差別とと言われたことに対しててビビってる、まあえー、と子供の子にひらがなの「どうも」という表記にしている、うん、ちなみにね、はい、文科省内はねもう医師でもね、うん、文科省内の全てのね公、えー、文,文書はねああそうですか、うん、で今回その子ども家庭庁は3文字ともひらがなにしてくださいさということを言うとこう、ねはいうことで僕ねんでこんなこと言うとんねなんな思っていろいろちょっと調べたというかまあ自分なりにちょっと考えてみたんですけどはい。はい っと、まあ、今年成立して来年交付される子ども基本法というのがはい、はいで、子ども基本法って、まあ、だからこども家庭庁の、まあ、一番メインの考え方になる、はい、これは理念法です、はい、あの別に罰則があったりするわけね、うん、こうしましょうという理念法なんですけど、はい、でここは、これが平仮名3つなんですね、はいで、この時に、この法律でね、子どもとはなんぞやという、定義をしていっしゃるそうですね、改めて、はい、子供とは何ぞや、まあ、すごい方が、年齢では切らない。 へーはあ<ー>心身の発達の,発達の過程にある人を子供と定義するへえ<ー>つまりね30代では<ん>もうは<ん>もう汚に幼稚な人は子供もやと言ってるわけあのー、まあそれ言うと僕も子供ですねおっさんや, <laughs> いや,いやいやおっさんですかいやはいはい我々おっさんですいや難しいですよね、うん、あのほら それこそいつまでたっても子供は子供ととう,うちらのおかんでも言うじゃないですか、うん、その考え方あるじゃないで,すかでも文科省はこの平かな子供というこの3つの定義を、心身の発達の過程にある人であって、年齢では区切らないとなってるわけ、うんはい、そうなるとで、その人たちを支援しましょうという法律ね、はいはい、なので、はい、例えば、もう18になったから、今、18が成人でしょ、もうこの法律の拉致外ということはしないよという。はいうん その子どもの概念をそうしたことでこのひらがな3つの子どもにこだわったのかなというのはちょっと思ってねなんだろうなそれさっきの盗撮のものに全部同じだなと思うんですけどおっしゃってることその通りだし理念法ですからなんですけど本当にあまり細かいことにこだわりすぎると大切な本当の子ども。 お友友ちゃうと言い出したのにいまだに引っ張られてるメディアも含めて <laughs>、はい、うどうかなと思うそれとねえっ、はい、とあの子供保健庁あ子供家庭庁でいうともっと大事なことがあって実は日本って子供にかけるお金税金がすごく少ない、はい、9兆円なんですよ9兆円九9兆円、はい、でこの9兆円多いか少ないか言ったら例えば GDP 比その国の大きさに比べての9兆円。はいはい、でこれ gdp でで考えるとヨーロッパの国がほぼ半分ですーヨーロッパの国は日本の倍 GDP 比でいうともっと倍かけてるだからもっとこの子ども家庭庁ができたら子どもにお,お金かけましょうやと国として、うんはい、国としてね、はい、その時に金がないという話になるわけ、はい、もうな,なってます、はい、で今出てきてるのが子ども保険構想で、ね、もっと、ね、今みたいに年金とかあの健康保険とか同じように子ども保険入て、はい え、あの国民から社会保険料取ったらやめかい話になってて、ちょっとここ効いける。そうやね。なあのいやね、この状況ですからね、その防衛費二パーセントうんと話もありますあのね、どれも大事なんですよ。でもこれ予算五十兆円比べれば子供休校で少ないです。よそうなんですよ。ね、総額言うたら予算比べて百兆円規模になるわけじゃないですか。 なんか急調なんとかなるもっとなんとかならんかと思いますよね。でもほんまそれあのでも大切なものを見失ったらいかんなと改めて思いますよね。そうです細かいところにこだわり。はいわかりました。でも細い所のなともお話し続けてまいります。うん、さあ時刻六時五十八分になりました。続いてるニュースこちらです。好きな卵料理の一位が目玉焼きというニュースでございます。<laughs> え11月5日明日ですね、えーうん、いい卵の日だそうでございまして食品メーカーのキューピーが実施した卵に関する意識調査によりますと好きな卵料理4年連続で目玉焼きが1位に輝ききました目玉焼きを食べる際に使う調味料はトップが点三パー 59.3%2 位が塩29.5%なんですけれども菊田、うん、さんこれは ニュース。ちょっと僕はね、あのまあ塩、塩胡椒は別にあんまりニュースでも何でもないと思うんですけど。<ぁ>この、この一年以内に食べた卵料理何ですか<ぁ>って言った時に。一<ぁ>位目玉焼きにゆで卵三位チャーハンとなっていくんですけど。<ぁ>卵焼きが八位まで出てこないということは、僕はニュースだと思うんです。<laughs> 卵焼き。あ、やらないですか、ね。か卵焼きが八位まで出てこない。ちなみに、ね、<ぁ>チャーハンの後はオムライス、親子丼、卵かけご飯、カツ丼、やっと八位に卵。 ああまあ巨人逮捕卵焼きと言われた <laughs> じゃあどこへ行ったのかこれ僕は実はね、はい、ここは結構ニュースやと思ってて<あ>なんで卵焼きがこんなに8位まで降り,りてこのかったでは時報の後に、はい、卵焼きがなぜ8位なんだということをお伝えしていきたいと思います、はいはい、では一旦た7時のお知らせです。 はい整理しますとキューピーさんが今回調べはった中で好きな卵料理は4年連続で目玉焼きが1位好きなもしくは1年以内に作った卵料理も含めて1位が目玉焼きそう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 8位まで卵焼きが出てこない出てこないこれはねらショッキングやったねあの「巨人逮捕卵焼き」というねこの成長期に言った言葉なんで子供の好きな3つやな 今出てこなないいじゃないですかでやっぱりね卵焼きってね、はい、あのなんていうかなええー、標準世帯の食べ物なんだなと思ったつまり一人世帯では作らへんねやったし単身世帯では。 なるほどな。確かに。うん。ちょっと見とく。僕あの弁当を作ってた時は、やっぱ朝卵焼き巻いた。そうそう。なんかお弁当の時は、卵料理食べたいけど、ゆで卵はちょっとあれやな。たまご焼きを巻くんですけど、でも、確かにね、手間は手間。手間なんですよ。で、あのこれ実は卵焼きより上位にやってるカツ丼とか、親子丼とか、オムライス。これは作ったやので、食った方で入ってるはずなんですよ。ああ。そうですね。一年以とかも、家では作らへんもんな。ね。だから、そう、卵焼きってさ、僕らみたいに、飲みすけは。 はい、だし巻きをとけるの伸び頼むんですけどもそうじゃない人は自分で作って食べるわけじゃないですか、はい、これを作らないのは僕やっぱりね一人世帯が増えたからと思っててちなみに巨人大捕卵焼きって言われてたのは1970年代なんですよ。年、はい、年代代ね一人世帯って20なんですよつまり70年後半ぐらいから20切ってた。はい ところが今38%パーやな、一人世帯が。一人世帯が38%。うん、38%。へぇー。で、夫婦と子供っていう世帯は、これ,こ,れこそその巨人大宝卵焼きのはい代名詞の世帯じゃないですか。はいはい、これはね、25%、今ね、今,今25%。はあ、で、一人世帯が38%ということは、世の中のメインは一人世帯なわけです。そうですね。標準世帯は一人なんです。ああ。 あ何を標準にするかとなった時に単身世,世帯が標準なわけねそうなるとやっぱり単身世帯は卵焼きやかんぞってふっと思ったわけ俺、えー、だって前田遥は焼く卵焼き焼かないです家で卵料理作るとしたら何作るの目玉焼きそうでしょあそ,うでそうなるよね,ねあの確かにスクランブルエッグがグヤって混ぜられてますね、うん あのテフロン加工の鍋ができてから、目玉焼き作り出せなってあれな、な <laughs> うですねすぐ。いや、いやでも、確かに目玉焼きもポンと割って、割りゃできますから。ら、うんうん、あと、そのハンバーグの正門とかにもできるよ。ああ、そうですね。うん,う,すねうん。んでも。確かになんかね、割っと作った時、目玉焼き横に乗ってれば、それなりに収まるもん、ね。あ、そうそうそう。もう一品感がちょっと。グレードアップした感じがあるで、うんで。特に、ほら、秋口。月見なんちゃらとかいうのがまだ、ま、うん、あ,あ、あれもようでき、あれも月見というたら、途端にこうなんか風流に感じるじゃない。そうそうそう。 お蕎麦にねもうねなんか卵落としたらちょっとこのあたりキューピーさんはねあのこういうまあ実施してあったアンケートでもうちょっとこの単身世代との金遣いっていうのちょっとちなみに前田遥花は卵目玉焼きには何をかけるの？目玉焼き醤油です。あ醤油これも意外やって圧倒的まあまあ塩コショウじゃなかったとしたら。 僕ははソソーース家もね関西だからですからまあまあソース文化やからね関西はそうですねまああるかもしれんけどねただまあの弊社の場合朝ごはんは温泉卵でございますんでこれは見ないでねうわちゃんさ温泉卵を食べるやは僕らだけ食べてさいこれは食べますよ年間何個卵食べるかって思ったら結構やっぱ食べてるいや食べますでねこれもこのキユーピーさんの調査で面白かったんがあの ここに載ってきゅうぴーさんが調査したんじゃないんだけども、うん、国際鶏卵委員会っていうのがあってね、うん、国際鶏卵委員会、はい、2021年日本人一人当たり年間卵何個食べたかっていう <laughs> どれをいや少なくともね1日1個ぐらいは食べてる,ああべてる計算にな,なると思いますけどね、うんうん、まあまあ平均やから2つ食べてる人もね食べてるんものということで。ああ ままああ一人ざっくり1個です337個ああまあええとこやと思いますこれが世界2位らしい1位はメキシコらしいメキシコ人もっと食べんねメキシコ人って卵好きちょっと言いたいのは卵って確かにコレステロールがいっぱい入ってて卵を1日1個食うたら体に悪いっていう俗説がありますよねでこれはずいぶん前に否定されてるんだけどこれもまだ俗説が強いねこれで否定したアメリカがの アメリカの研究面白かったのが、うん、確かに卵にはコレステロールはまあ入ってますわと、うんうんね、で、人間って、まあ、1日これぐらいのコレステロール量だよなってあるけど、うんうん、食べ物を食べたから血中コレステロールが上がったという結果はどこにもないとあ、そうなんす食べ物と血中コレステロールの関係というのは証明されてないとほ<う>だから別に食うてもええんやってなほ<う>アメリカが言い出してそれをあの。 厚生労働省もね、日本人の、食事摂取基準2015という。ここで、卵のコレステロールを悪者、悪者と、する誤った情報の反乱は。間違ってますということで、警鐘を鳴らしてます。あ、そうですか。ほな、もうじゃあ、もう遠慮せんと食べたらいいです。そういうことですね。今日も温泉卵。先朝ごはんの、ちょっと軽食で、言ゆて卵食べてしったから、いつも思うんですけど。まあ、でもいいんですよね。一日。いいですよね。だそうでございます。はい。